祖号。祖号、栄称、祖号は、セブンアイホールディングスの傘下の株式会社、祖号、西武が運営する日本の百貨店である。2009年、平成21年8月1日付で、かつての運営会社、株式会社祖号が、西武百貨店と、持ち株会社のミレニアムリテイリングを、吸収合併し、株式会社祖号、西武に、 称号を変更した。陶器場の本店は創業から大阪店閉店までと震災橋本店開店から、そごう、西部への再編前まで長年大阪の震災橋にあった。横浜店は売り場面積83,654メートルと売上高1、0 0 0 0 0 0 0 0レが最大。1957年、昭和32年、 有楽町にも開店し、有楽町で会いましょうを宣伝文句に東京に進出した。同名の歌番組、歌謡曲、映画が制作され、大流行になった有楽町で会いましょう楽曲作成経緯と総合の歴史参照。映画では大阪店、有楽町店が撮影に使用され、衣装提供も行った。人、街、世界をつなぐ。 祖語ネットワークなるキャッチフレーズも存在した。西部百貨店と統合したことで、MD や売り場編集を西部流に、ボスシステムの技術提供も受け、従来のイメージは良いにつけ悪いにつけ一掃された。イメージフラワーはダリアで、放送紙や紙袋に印刷されるほか、関連組織の名称にも、ダリアルーム、ダリア友の会など、ダリアを冠したものがある。 ロゴマークは創業以来、初代、祖号異兵の成果、絹屋の家紋であるチキリ、縦糸を巻くための食器の付属部品。また石材や木材をつなぎ止める部品の名を丸で、囲んだ、丸、チキリが使われていい。チキリはまた、チキリという言葉と、ちぎりの連想から、客との結びつきを末長く大切にといった意味も、含んでいる。ロゴマークの形状自体に変更はないが、 色については赤コン、金、犠牲を経て民事再生直後に原点回帰志向の下で赤に、さらにミレニアムリテイリンググループのカラーとしての青に変更ている。また民事再生以前については祖号ロゴと祖号ロゴとが存在した。後者が後発で前者も民事再生時点まで併用されていた。ロゴカラーが緑の時代には続け字で右上がりの 祖母を CI に採用した時期もある。外装への採用例としては1996年、平成8年から2001年、平成13年の神戸店本館北側の壁面がある。ボスシステムは NEC 製を使用、大和国重視軍統治村できぬ屋として商売を行っていた、特衛の息子として生まれた祖母伊兵が1830年、天保元年に、 大阪南渡辺町の座間神社、陶器神社の南隣に古手屋、古木、大和屋を開業したのが始まりである。1872年、明治5年に古手屋を廃業して五福店へ転換し、1876年、明治9年に安藤寺橋通り三丁目に移転。翌1877年、明治10年には、 震災橋筋一丁目に移転するとともに15号福店へ解消。1901年、明治34年4月3日には、神戸市元町五丁目に、神戸市店を開設した。この神戸店は、順調に売上を伸ばし、阪神電気鉄道産の宮駅ビルへの出店する、形で1933年、昭和8年10月1日に移転、増床して、 百貨店として開業した。この移転以降は、神戸総合というひらがな表記を用いており、その後の各店舗での総合表記の第一歩となった。1935年、昭和10年9月24日には、大阪、新災橋の本店として、村の統合設計の地下3階、地上8階建ての新店舗へ建て替え工事を行い、増床と近代化を実現した。 昭和15年に10号、株式会社設立の昭和44年に祖号となった。震災橋の新本店ビルは、ガラスブロックを活用した、美しい垂直線を強調したもので、モダニズム建築の傑作との評価もされている。この店内には700名収容の劇場や茶室、寄品室、食堂など、売り場以外の機能も併設されていた。また、開業直後には、 大阪市へ地下鉄御堂筋線が開通し、震災橋駅と直結することになった。震災橋本店は、全館一挙に建設されたのではなく、二期に分けて建設されたが、そのうちの二期工事の建設費は、板谷宮義率いる板谷財閥の資本導入により、実現したとされている。第二次世界大戦中は配給品以外の商品が、大幅に減少したため、売り場に、 空きが生じたことから、大阪本店の地下2階部分を活用して、家財保護預かりを行い、顧客の財産を守る事業も展開した。この保護預かり制度は話題を呼び、大阪市内のみならず、大阪深全域からの利用者があった。終戦後は、新中軍が本店を徴用し、PX、新中軍とその家族向けの売店として利用したため、百貨店としての営業ができなくなり、 大阪市内に在日外国人向けの輸入品店、オーバーシーズサプラズストアを含めていくつかの店舗を展開して営業機能の一部を代用する形になった。日本デパートメントストア協会など業界を挙げた接種解除運動もあって接種解除が実現し、1952年、昭和27年6月1日に大阪本店の営業を再開した。しかし、 この間約6年にわたって本店で営業できなかったことの影響は大きく、再開店から1年後には早くも売り上げが伸び悩むことになった。また、一時期は外部からのグリーンメーラーによる株買い占めにあった。1957年昭和32年5月25日には有富光門が主導して読売新聞の建設した読売会館に東京店を開店した。 しかし、この東京店は、有富と,と読売新聞社主であった、勝利期末太郎の間で一坪当あたり、月額4000円という高額の定額家賃の契約を結んでいたため、月賞約3億円で約7000で、約2800万円の家賃は、当時業界の常識とされていた売上高の、約3%から5%を大きく上回って、採算が合わず、 業績の足を引っ張る結果となった。1958年、昭和33年4月に、関西財界の顔役で、日本繊維工業社長だった、万内義雄社長に迎え、板谷宮義の園籍とされる当時日本工業銀行、現、水穂銀行特別調査しつつけ交差役だった、水島博尾が社長として就任し、主取引銀行の大和銀行、現、 理想な銀行常務から同じ副社長に就任した若菜三郎と共に再建に取り組むことになった。ところが、1960年、昭和35年11月26日に、万来義尾社長が急成し、当時歓迎化していた当社の大株主で、大口再建者である大和銀行と野村証券、山一証券、板谷宮義住友正雄で構成される、 ご社会に諮ることなく、同年十二月二十三日の取締会において、大和銀行の意向で、同行出身の若菜三郎が副社長から社長に就任したため、ご社会を構成する他社が反発して、経営権をめぐって構想が生じることになった。この経営権をめぐる争いは、大和銀行が公正取引委員会に提訴されるという事態に発展し、九百六十一年、 昭和36年10月26日に、朝日ビール社長、山本為三郎の仲介で、ようやく収束を見た。この経営権争奪戦の解決を受けて1962年、昭和37年1月30日に増資を決議して、同年6月1日に、資本金10億円へ増資し、同年4月26日に、水島博夫が副社長から社長に就任した。 神戸店は増築、増床を進めて、売り場面積約3万1800メートルへ倍増させる。そして、1971年、昭和46年には、年間を通じて、神戸一の売り上げを上げて、地域一番店となる。その後も隣接する国際会館と共同で、KS ビルを建設して、新館とするなど、さらなる増床で売り上げを伸ばした。 阪神大震災前には、売り場面積約48,962メートルまで拡張した。また、千葉総合を1967年、昭和42年3月21日に開設すると、開業2年目には、地域一番店となり、3年目に早くも黒字化するなど、軌道に乗せた。これにより、他店舗展開に火を切ることになった。大転にたっては、 レインボーロードと言われる国道16号沿いに立地して東京都心部を包囲するように出店する戦略を取った。他でも交通の良い最適地に最大級の百貨店を作ることを出店戦略の基本として店舗展開を進めた。この出店計画は救命賞10号の10日なんだ出店戦略クレーター総合全国10店舗と名付けられ。 千葉総合の出店を皮切りに、黒崎総合で達成した。その後は、それを拡大する形で、ダブル総合、世界20店舗、トリプル総合、世界30店舗などと称して、積極的な展開をした。他店舗展開の当初は、千葉総合が出資する形で始まり、初期の出店である、柏総合や、広島総合も黒字転換後は、出資側に回って、 出展戦略を支える形式をとっていた。こうした新たな地区への出展を進める一方で、千葉祖皇は1972年、昭和47年10月に別館を増設した。また、広島祖皇は1974年、昭和49年10月に開店した当初は、売り場面積が1万メートル未満に抑えられていたが、将来的に3万メートルへ。 増床可能なように建設された。共に近隣にサテライト店舗を展開して集客力と売り上げの拡大を目指すなど、店舗の増床も積極的に推し進めて地域一番店を目指した。そうした増床戦略の最盛期には、千葉祖国がモノレール駅と一体化した新店舗を開設するとともに、旧店舗を業態転換させることで4冠合計で、 売り場面積約9万メートル体制とした。また、広島総合新館を NTT クレド元町ビルに開設するなど主力店周辺に店舗を出店して立地地区の集客力を強化する戦略も展開していた。また、総合本体でも御堂筋の西側にある南区うなぎ谷西の町に駐車場ビルを建設するなど大阪店の手こ入れを図られた。 同時に、有楽町の東京店についても読売新聞との家賃引下げ交渉を行い、また、地下鉄有楽町駅と地下売り場を直結させるための交渉を行うなど、手こ入れを図った。さらに、アジアへの出店では、日本人観光客を狙うのではなく、地元の消費者を狙う戦略で出店している。実際に、香港総合では、約85%、 台湾太平洋総合では約95%が地元客と言われ地元密着の百貨店となった。2000年平成12年7月には小売業としては日本最大の負債総額を抱えて民事再生法適用の運びとなった。これは土地の値上がりを見込んで銀行融資を受け積極的に出店したことが災いし、 日本工業銀行と並ぶメインバンクであった日本、長期信用銀行、現、新生銀行が破綻したことで、リップルウッドに売却された。この際に不良債権に関して上渡後3年間に2割以上の損失があると認定出た場合には、有資時の金額までの損失を、預金保険機構が補填する仕組みとなる、貸し担保条項の適用という特約が付けられていた。そのため、 同行が債権放棄を受け入れることについては、金融再生委員会と預金保険機構が関連することになり、ごうへの再建を放棄して一企業に税金を注ぎ込むとは何事だという批判が起き、当社の再建策は政治問題化することになった。当時の森内閣は、同年6月25日の総選挙直後で、支持率が低迷したままということもあり、その批判に耐えられないとして、 同年7月11日に、亀井静香自民党政調会長、当時から山田教一総合社長に電話で、再建放棄を認めることが困難であることを伝えると、共に、それを前提とした再建案の断念を迫った。そのため、総合はそれまでの自主再建を断念した。そして、翌日12日には株式会社総合、上場企業と総合グループの主要企業が、 民事再生法を申請した。この申請は大企業として初となるものであった。なお、すべてが民事再生法適用申請ではなく、その経営状態などの相違により、特別生産や自己破産となった法人もあるのは口実の通り。結果的に、貸し担保条項適用分は他の不良債権と合わせて国が負担することになったが、 自主再建の場合に比べて、再建の流れが公になるというとのことでこの問題の決着がつくとされた。祖号問題や祖号再建問題などと言われた。1995年、平成7年の阪神、淡路大震災で直営店の神戸店が被災したことで打撃を受けたことや、平成不況による消費の低迷も当社の破綻要因の一つとなった。 株式会社、祖号、初代として運営していた店舗は、大阪店と神戸店、東京店のみであった。それ以外は、すべて一店舗一社制とし、資本金は、各地元からの出資や、祖号、千葉祖号を筆頭とした祖号グループ各社や、水島が個人で出資する場合など、資本関係は極めて複雑だった。百九十七年当時の主要株主、また、 グループ各社間で貸付金や債務補償も行われていたため、経営破綻時の各社の負債総額は、その運営する店舗の業績とは、必ずしも一致しなかった。主な負債額は、下記の通りである。なお、2000年、平成12年10月25日には、民事再生法の適用を申請した22社のうち、9社の再建を断念し、残る13社は、 10号を受け皿会社として合併して、一社に統合して、再建を目指す再生計画案を東京地方裁判所に提出した。経営破綻後の祖号は、西武百貨店元社長の和田昭明を特別顧問に、招聘した。後の2003年、平成15年には、ミレニアムリテイリング、現、祖号、西武による、経営統合を実現した。その後、 2005年、平成17年には、ミレニアムリテイリングを、セブンアイホールディングスが買収した。により、百貨店業開発の北海道、本州、四国、九州全4等への出店を達成。2017年、平成29年10月現在、国内7店舗、現在は他社に事業を承継されたが、祖号の屋号を残している、神戸店を含めると8店舗。 経営破綻時、東京、旧大阪、神戸の各店は、千葉蘇合、高銀が、大株主である上場会社の、株式会社、蘇合の直営店で、それ以外は、水島広が過半数株主の、千葉蘇合、資本金1億円と、同社100%出資で完全子会社の、柏蘇合、広島蘇合の出資によって、店舗ごとに子会社が設立されて経営が行われた。 前述の三社と各地の店舗運営主会社の間で株式持ち合いが行われメインバンクであるかつての長銀、高銀を筆頭に地方銀行からも出資会社の債務保証を取り付けて多額の融資を受けていたこの複雑な資本関係のため経営破綻するまで店舗ごとの財務状態は明らかにされなかった報道ではソゴグループ XX 社と称されていた高校も 参照のこと。現在は、前店、祖母店の名称であるが、民事再生計画以前に、前述の子会社が運営していた店舗は、店名が先に来る、祖母であり、一般には経営破綻前の名残から、現在も、通称として使い入れている、成分も同様。なお、東日本地域のほとんどの店舗は、再開発組合や鉄道、デベロッパー会社など、 他の事業体によって竣行されたテナントビルに入居する形式を取り、1980年代以降1997年、平成9年の禁止調査を、2000年、平成12年閉店まで立て続けに出店を行っていた。祖号のテナント区画内にある店舗、飲食店では、ミレニアムカードや全国百貨店共通商品券などが使用できない。2017年、 平成29年10月現在、2013年、平成25年4月現在、各店開店閉店連月日,日、総合車市より、経営破綻に至るまでは、積極的に展開を行い、中国、香港、台湾、タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア、イギリス、スペインに、合弁会社、現地法人を設立していた。が、再建中に、 資本はすべて引き上げ撤退した。現在も、総合の商標を用いているものもあるが、これは、ライセンス供与フランチャイズの関係。北海道地方、東北地方、関東地方、中部地方、近畿地方、中国地方、九州地方、海外、有楽町総合が閉店するまでは、読売ジャイアンツの応援セールを行っていたが、これは入居する、建物、読売会館の建物所有者が、 読売グループであることによる、東京進出に際して、建物がなかなか見つからずにいたところに、読売グループが建物を快く提供したため、これに対する恩返しの意味もあったとされる。祖号の経営再建に伴い、応援セールの権利は三越が引き継ぐことになった。なお現在は西部百貨店全店、旧ロビンソン百貨店を含むと同様、埼玉西武ライオンズの 応援セールを行っている。ただし、セールを行う店舗は、ライオンズの地元埼玉県にある、大宮、川口の2店のみが対象である。かつては、埼玉県を証券に含む店舗も対象であり、菓しは2015年まで、八王子2010年までもセール対象だった。広島総合、現、総合広島店は、 広島東洋カープが優勝した際に優勝セールを行っている。2008年まで同級団の本拠地だった旧広島市民球場は徒歩圏内にあった。そごう神戸店では阪神タイガースの優勝時にセールを実施している。東京ディズニーランドのアトラクション、It's a Small World のスポンサーだったそごうの一部の店舗には、正時の約5分前になると、 アトラクションに登場するカラクリ人形と共に手間曲である小さな世界を演奏する It's a Small World 時計、世界の人形時計が設置されていた。1985年、昭和60年に開業した横浜祖号を皮切りに一部の新規、既存店舗に国内店舗全20台、海外店舗全4台の計24台が設置された。 ほとんどの店舗で地上、または地下のメインエントランス部分に設置され、待ち合わせスポットとしても親しまれたが、大阪店、旧店舗や、奈良素号のように店内に設置されている場合もあった。素号破綻後、全世紀に稼働していた18台中の7台は、撤去された。モバラ素や、奈良素号のように撤去費用の面での問題があり、撤去、されていないもの一部あり、は、 壁で覆われている。人形の修繕工事も定期的に行っており、最初に導入した横浜総合では2006年、平成18年に修繕工事を行った。時計の後ろにはメンテナンス用の扉があり、人形の取り外しもできる。時計一つの金額は1億円以上と言われている。以前、時計の有無にかかわらず全店で毎生時に、 館内放送で時報を鳴らしていた。曲は冒頭に同様の一つ、A スモールワールドを流した後、時報案内のアナウンスが流れていた。2008年、平成20年4月15日をもって、老朽化のためとして設置されている全店舗で時計のからくり機能の運用を一斉に終了した。この日、最後の運用時に各店舗の店長が、 観覧客に対して感謝の意を表した。くしくもこの日は東京ディズニーランド開園25周年の記念日である。これらのからくり機能を楽しみにしていた子供たちに対し、お人形さんたちはお約束があってお家に帰ることになりました。と、すべてひらがなで書かれた終了告知が一般の告知と共に掲示された。なお、時計自体は撤去されず、 文字版の人形のみ4月15日以降順序撤去され、時刻表示のみの金が鳴る大時計として現在使用されている。祖号の公式ウェブサイトでは、祖号横浜店、横浜祖号のページのみ4月16日付で告知された。また、朝日新聞大阪本社版や神戸新聞でも報道された。この措置は祖号が 同アトラクションのスポンサー契約を同日をもって終了したことが実際の理由であり、案内文中のお約束とは契約のこと、お家に帰るは人形の撤去をそれぞれしていると推測される。時計の下にあった、イッツア、スモールワールド関連の掲示物は全て撤去され、一部店舗の時計にあった東京ディズニーランドのロゴは、時計の文字盤同様の色のステッカーを貼り付けて、 対応した。なお、遠藤、そごの一部店舗では、香港ディズニーランドのロゴ、仕様に変更、契約先の変更をした上で、現在も運用されている。そのため、遠藤そごが、香港ディズニーランドのイッツ・ア・スモールワールドの、スポンサーとなっている。なお、この時計は同じくかつて、東京ディズニーランドのスポンサーだった、成功性である。 店舗ごとにそれぞれデザインが異なっており、正方形、5号マス型、正方形、44マス型、長方形、横形、長方形、一つはスモールワールド仕様で横型の4種類がある。時計の両端、もしくは上にカリオンが併設されている44マス型では、時計の左上のマス部分に小さいカリオンが2つ、連なって設置されている。金の鳴る回数は、 以前は時刻にかかわらず6回固定であった奈良蘇合は5回、広島蘇合はキーン、コーンをそれぞれ1回とカウントし時刻に連動した回数分なっていたが、からくり機能終了後は全店舗で時刻に連動した回数分になっている。遠藤蘇合運営の一部店舗では金の音色が変更され3回となっている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。